ゲッレールと山山の頂上にあるツイタデラゲッレールと山とはハンガリーブダペスト11区にあるドナウ川を望む標高235メートルの高さを有す山である。また、山のふもとにあり、隣に自由橋を有するゲッレールと広場にはホテル、ゲッレールトやゲッレールと温泉などの有名な施設が見られる。また、山はゲッレールと山洞窟が存在し、 ホテルゲッレールト及びドナウ川に対面している。一般的にはゲッレールトさんとして知られているが、1847年のブダシ議会でこの山はケレンだけと命名されており、法令上はこれが正式な名称である。ハンガリー語ではゲッレールトヘジと書くが、実際の発音はゲッレルトヘジ、エル、ルサチである。なお、ハンガリー語の名称はヒジー、ヘイ。 山であるが、標高が低いということで英語の観光パンフレット、等では、ゲラートヒル等と訳されてしまうことが多く、日本の観光ガイド等も、英語から訳されるものが多いために、日本では、ゲッレールとの丘という語訳も参見される。山の頂上には、ツイタゲラがあり、ドナウ川の上流下流ともに見渡すことができる。ドナウ川沿い、ゲッレールと山の北側には、王宮のある城山がある。 ドナウ川に面した中原には十字架を右手に高く掲げた聖ゲレールト像が立っている。この地に関する初めて記録された名前は中世のケレンヘジ、ケレン山、ペシティヘジ、ペシト山、ペシティエレングヘジ、ペシトロウ山、ブロックスベルグ等がある。ゲレールト山がある11区はケレンヘルド、ケレンの章とも呼ばれている。一説では895年にハンガリー人が カルパチア盆地に征服定住した時に、ケレン族長たちがここでドナウ川を溶かしたのでこの山が、ケレン山と名付けられ、この地域が、ケレンフェルドと名付けられた、ともされている。また、ペシュト山と名付けられたのは、この山の中の洞窟にちなんでいるとも言われている。その結果、ドナウ川を挟んだ対岸の町が、ペシュトと呼ばれるようになったとも考えられている。 15世紀になるとこの地で、異教徒によって、村の中に押し込められ、山の上から転がされて1046年に没した、ロンバルニア出身の主教、ジェラルドサグレードのハンガリー語名のゲッレールと関して、セントゲッレールとヘジェと呼ばれるようになった。かつての名前の一つ、ペシティヘジは、裾にある大きな洞窟、今のゲッレールと三洞窟を意味している。この単語は、 スラブ語に源を発している。オスマントルコはこの山をギュルツエルヤスバイリと呼んだ。ギュルツエルヤスは、ベクタシュ教団の聖職者で、彼の神殿及び墓が置かれており、17世紀には巡礼地となっていた。1905年当時のゲッレールト山、周辺18世紀、ゲッレールト山の中原は、武道園であった。というのも山のもにあるタバンがブにける、 ワイン作りの中枢だったのである。1789年の土地台帳によると、128ヘクタールが武道園として用いられている。同じ18世紀には、ゲッレールとサンカルバリーが山の頂上に建設され、1820年に再建されている。そして、復活祭の月曜日には、イエス・キリストの復活を祝って、山のふもとからの急な坂道を、 人々が登ってきた。その時には、多くのテントや屋台が近くの草原に建てられたという。また、19世紀にかけては、エンマウシやラーシュ及びとヤーシュブー中の二つの日が、教会にとって重要な祭日であったとされる。チタデラは1848年から翌1849年にかけて、オーストリア・ハンガリー二重君主国、つまり、 ハプスブルク家の地勢の下で作られ、ブダ、ペシト双方の反乱監視拠点として機能した。ゲッレールさんは第二次世界大戦やハンガリードーランでも使われた地点であり、後者ではソビエト連邦がこの山から放火している。その証拠として街中の建物には未だに戦争の跡が芋のように残っている。また、チタデッラの地下には 軍事博物館が現代においてもこの地が戦場と化したことから設置されているほか、その近くにはソビエト連邦赤軍によって建設させられた自由の像が残っている。現在ではゲッレールとサンは富裕層の居住域となっており、大使館員等の居住域ともなっている。また、ハンガリーの最高学府国立エトベシュロランド、大学文学部のエディと学生寮エトベシュヨージェフ学寮や、 外国人留学生がハンガリー語を1年間学ぶ国立バラッシュ学院ブダ天文台等も設置されている。1987年からこの地域は世界遺産にブダペストのドナウガシとブダ城地区及びアンドラーシ通りのドナウガシの一部として登録されている。ただし現在でも山の大部分は公園でありコウモリやハリネズミ等を夏の夜には見ることができる。 2007年1月、ゲッレールト山の下に新たな洞窟が家の建設途中に発見された。この洞窟は60メートルの長さを有し、深さは18メートル、3つの部屋になっており、装飾は石膏、崩壊石、荒れ石を含む白い水晶で施されていた。この洞窟は30万年から50万年前の今は、枯れてしまった泉によって作られたものと見られている。 この水晶の洞窟は直ちに保全対象となった。ありがとうございます。